バルダス、アダムクスは、リトアニアの政治家。リトアニア大統領。1955年までの使命は、ボルデマラス・アダム・カビチュス。1926年11月3日、リトアニア・カウナスのカトリックの一家に生まれる。父・イグナスは、リトアニア空軍学校の校長であった。母は、運輸通信省に勤めていた。学生時代に、リトアニア独立派の活動家として、 地下で青年を対象とした新聞を出版するなどした。独ソ戦が始まると、大祖抵抗運動に参加する。その後形勢が不利になり、ソ連の侵略から逃れるため1944年にドイツに避難し、ドイツのミュンヘン大学で学んだ。終戦後の1949年、一家でアメリカ合衆国に移住した。リトアニア語、ポーランド語、英語、ロシア語、 ドイツ語に堪能であり、1950年代、アメリカ軍第5軍予備軍の軍事情報部門で上級歌手官を務めた。シカゴに移った後、自動車工場や製図工として働きながら、イリノイ工科大学で水力工学を学び、1960年に卒業。学業の傍ら、他のアメリカのリトアニア人と共に4万人の署名を集め、ソ連によって、 シベリアへ連行されたリトアニア人の問題に関してアメリカ政府が取り組むよう政府に求めた。この弾丸は当時の副大統領リチャード・ニクソンに申し立てられた。リトアニアにおけるソ連政府の活動に対しても1958年にダグハマー・ショルド国連事務総長が1962年にジョン・ F ・ケネディ大統領が示したのと同様にアダムクスもまた懸念を示した。 こうした活動を通じアダムクスは、リトアニア人団体の中で次第に重きをなすようになり、1967年、在米リトアニア人政治団体、サンタラシュビエサ連盟の会長に就任。その後1970年の初め、環境問題の専門家として、アメリカ環境保護庁に勤務し始め、同局の五大湖地域副長官を歴任した後、1981年には、 ドナルド・レーガン大統領から五代個地域長官に任命される。任命される以前にはオハイオ州シンシナティで勤務したこともあった。彼は長官としてイリノイ州、インディアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、オハイオ州、ウィスコンシン州における公害問題に取り組んだ。1985年にはレーガン大統領から連邦公務員に与えられるものの中では最高位に、 当たるディスティングイッシュとエグゼクティブプレジデンシャルランク、アワードが授与された。1972年、モスクワで開かれた、環境会議に、米国代表として派遣され、その際、およそ30年ぶりに、リトアニアへの帰国を果たしている。また、ソ連がペレストロイカを実施して、あとは、より頻繁に母国を訪れることができるようになった。 リトアニア独立回復後の1993年、独立回復後初めて行われた大統領選挙で、スタシース・ロゾライティス候補の選挙本部長に就任する後、ロゾライティス候補はアルギルダス・ブラザウスカス候補を相手に落選。彼は16年間アメリカ環境保護庁の地域長官を務め、1997年、29年間務めた公務員を退職した。 退職に際し、ビル・クリントン大統領から祝いの手紙が送られている。またこの他にも退職を機に様々な賞が授与された。彼は共和党員であったが、彼の誠実さは民主党員からも尊敬、評価されていた。環境保護庁を退職後すぐ、アダムクスはリトアニアへ帰国。そして1998年、大統領選挙への立候補を決意。 海外生活が長かったことなどから、その後すぐにリトアニアの法廷で彼の立候補がふさわしいものかどうか争われることとなった。結果、アメリカの市民権を有していることを除けば大統領選に立候補することに支障はないという判決が下され、彼はビリニュースのアメリカ大使館で市民権を放棄する手続きを取った。その後、 彼のアメリカでの経歴やアメリカ政府とのつながりなどが世間から評価され大統領選で決選投票の末にアルトゥーラスパウラウスカスを破り当選。在任中はリトアニアの NATO 及び EU 加盟に奔走した。2002年大統領選挙で再選を狙ったが、翌2003年1月の決選投票で自由民主党のロランダス・パクサスに敗北。しかし、同年10月、 ロシアの国際犯罪組織とパクサス大統領との癒着を指摘するスキャンダルが発生。2004年3月に憲法法廷が国家機密保持などについて大統領の行為を違憲と判断。同年4月にリトアニア議会が大統領弾劾を可決成立させ、パクサス大統領は辞任。辞任に伴い行われた2004年の大統領選挙では、 6月13日の第1回投票では、得票率30%でトップに立ち、6月27日に行われた決選投票でも、カジミラ・プルンスキエネを破り、再当選を果たした。その結果、7月12日に大統領職に復帰。なおこの選挙に関してリトアニア憲法裁判所は、パクサス前大統領の立候補を認めていなかった。 松浦光一郎ユネスコ事務局長はアダムクスの人柄を評価し、2003年彼はユネスコ親善大使に就任した。2009年7月、任期満了に伴い大統領職を辞した。水泳、ジョギング、テニス、スポーツ観戦、クラシック音楽鑑賞、読書、ありがとうございます。